ちょっと待って、チョッパーでくるくるやったらすごかったけど、ナミちゃんのくるくる回りやばすぎでしょ。足大丈夫？こんにちは、土の子です。さあ、ワンピースオデッセイ続きやっていきましょう。酒場じゃないか、食堂の2人を連れて行ったので、多分ねお話は進むと思います。行ってみましょう。よし、おばちゃん連れてきたよ。それは本当かい？助かるよ。聞きたいことあるの。ルッチさんの居場所を知りたいの。ああ、ルッチちゃんかい？おそらく社長のところにあるんじゃないかね。アイスバーグさんのことやね。今自分は市長の仕事中じゃろうから、市長邸へ行けばええ。おばあちゃんありがとう。ええって、アイスのおっさんとこ行くぞ。社長と呼ばんか、社長と。信頼が厚いからね、アイスバーグさんはね。前回忘れちゃったけど、名前セブンだったっけって思ったら全然セブンじゃなかったね。アイスバーグでした。よし、行きましょう。そういや、ナミさん、市長邸はどこにあるんだ？どこって、市長邸なら一番ドックの奥に。あれ、そう言われてみると、さっき中を見て回ったけど、どこにもなかったわよね。きっとこの世界の市長邸は別の場所にあるんだ。適当に歩いて見つかるんじゃねえか。あんたね、はあ、なんとなく誰のせいで場所が変わったのか分かったような気がするわ。みんなの記憶の集合体なのかな。おっさんの家を探せばいいんだろ。そうね、探すしかないわね。よし、行くぞお前ら。さてと、市長邸迎え。どこなんだろうな。ねえ、アイスバーグはどんな人なの？ガレーラカンパニーの社長でありながら、ウォーターセブンの市長もやってる人よ。そうよ、すごい人なんだから。すごい人ってのは分かったわ。またさっきの人がまた来たのかと思ったわ。市長邸は階段を上登れば行けるけど、さっきの人も市長邸に行くって言ってたわね。背の高い人初めて見たわ。え、誰だろう、背の高い人。私のお金またあったお金、金があったわ。6万ベリー。おい、あいつはまさかいた。え、お、青木じちゃん。え、やば、こいつ青木じじゃないか。あらら、ここに現れた。ロングリングロングランドで会えると思ってたんだがね。予想は外れちまったみてえだな。これはいい女になったな、ニコロビン。ちょっと待ちなさい、カッカしなさんな。俺がここに来たのは、ニコロビンと麦わらのルフィ、お前を一目見るためだ。ねえ、やっぱりお前ら今しんどっか。何？やばすぎ。え、大変だ、すぐに回答しないと。まあ、成り行きってやつか。お前たちの冒険はロビンちゃんがここまでだ。ルビン、戦うぞ。マジかよ、青キジとなんか戦えねえぞこの時点で。政府はまだこんなでかかったんだ青キジって。お前たちを軽視しているが、これだけクセ者が顔を揃えてくると後々面倒になるだろう。これまでにお前たちがやってきた所業の数々、その成長の速度、長く無法者を相手にしてきたが末恐ろしく思う。そして政府に及ぼす危険度が最も高いのはニコロビンだ。もうこれ以上は見逃せねえ。ふざけんな。あららららら、ロビンは絶対に渡さねえ。じゃあ俺を止めてみな。まあ無理だと思うがな。俺が。いや、やばいねこれは。え、ちょっと待って。
ゾロは？あー強いやつがいない。ナミちゃんだけか。マジか。参りましたね。羅生門。二刀流。いよい羅生門。よし。あんたらも運が悪いね。やべえって。ちょっと待て。うわあまずいな。TP がない。攻撃無効。うん、ナミちゃんちょっと遠距離攻撃のいいのないかな。サイクロンテンポ行くわよ。サイクロンテンポ748か。あー大丈夫かなこれ。いやーやばいよな TP。 ちょっと待って、攻撃無効きつくない？おい、クソ強い。ちょっと待った。え、めちゃめちゃ強いぞこれ。どうする？怖くなんてねえぞ。やばい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 。こっちまで凍っちゃってるから。あ、エリア回復これいいね。これで回復で TP を回復してあげなきゃダメだ。アイスタイムタッチ。やばいかもな。早く回復しなきゃ。待てよ、マジかよ。めちゃくちゃ強いじゃん。あ、氷は無理なのか。ちょ待て、テンションアップルで回復しないと。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。サイクロンテンポ。行くわよ、サイクロンテンポ。強え。体が動かねえ。ちょっと待て、凍りついて動かねえ。ねえ、やめて。ちょっと待て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 。いやー、3時回復するしかなくて。もうおい勘弁してくれ本当に。なんで私なのよ。ここはちゃんとサイクロンテンポで攻撃した方がいいね。ちょっと凍傷が治らないんだけど。あー、ようやく治った。治ったわ。危ない。ちょっと待って、チョッパーテンションドアップルで60回復して。助かったぞ。ここは任せてもらおう。危な。レディーの前で情けない姿は見せられないな。あー、まだ回復ダメなのか。きつ。それよ。これはきついぜ。強くなったんだ。こんなやつに負けねえぞ。これ治療して、え、なんで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 、え、え、なんで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 こうかな。あ、え、どうしてなんで効果ないって出んの、よく分かってない。遠距離だからってこと？これか。あ、びっくりした。こっちだ。間違えてた。間違えてた。助かって。ちょ。よし。これでサイクロンテンポ。僕の今の。え、嘘。攻撃向こうやめよ。よし。いやー、まずいなこれは。よしよしよし。チョッパーいいぞ。これはちょっと強い攻撃いきましょう。どれどれあげたんだっけ。
3000世界の方を上げてね、こっちかレベル2。ふん、よし、どうだ。お、あらら、やるね。俺の能力をよく知ってるじゃない。もう覚えた。こっちは何度も食らってんだおかしい、初対面の相手に何言ってんの。おかしいこと言ったよ今。それとも夢の中なんかで先に会っちゃってたわけ。みんな、ロビンとナミを連れて行け、早く。こいつ、あの時より強え。わかった。ナミさんとロビンちゃんを避難させたらすぐに戻る。おう、逃がさねえよ。待て、俺の仲間には手を出すな。この勝負、俺とお前でケリをつけよう。構わねえが、面倒なんで殺していくぞ。大丈夫？凍らせていったんだよね。ああ、やっぱり。やれやれ、しんどいな。ここまで手こずるとは思わなかったぜ、麦わらのルフィ。一騎打ちを受けちまったからには、この勝負俺の勝ちでそれまで。そういうことか。これ以上他の奴らに手を出せば、野暮は俺だわな。なあ、船長。別のとこで起こった話がここにまとまってますね。うん、脈拍は正常だな。あ、ロビンちゃんここで解けたんだ。ロビンは大丈夫だ。ロビンちゃん、よかった。ナミさんも無事だ。でもロビンの体は冷え切ってる。早くメリーに戻って温めないと。よし、そっちは頼むぞチョッパー。俺たちはルフィを助けに戻る。わかった、こっちは任せてくれ。ルフィがまたねカチカチに凍っちゃってるから。ルフィはここだ。全身が完全に凍っちまってる。まずいな、早く溶かさねえと。急いでメリー号に運ぶぞ。みんな離脱してあ、で2人で戻すって感じ。そうだね、オッケー。急げ、チョッパーたちと合流だ。分かってる。確か水で溶かして、それからお湯だ。オッケー。メリー号に戻れば湯も水もあるな。みんなもロビンちゃんを連れてメリー号に戻ってるはずだ。分かった。いいか、クソ剣士、メリーんとこ行くにはまず嫌がらブルに乗って。うるせえ、分かってる。このまま通り沿いに進めばいいんだろう。違う、ここはね、正解だ急ぐぞ。あれ、え、ないじゃん。ゾロ、サジ君。おい、メリーはどこに行ったんだ。ウソップ、気付けチョッパー。メリーとウソップに何があった。わからないんだ、俺たちが来た時にはもう。あいつは海賊狩り。あ、じゃあこいつら麦わらの一味か。船長はいねえようだが、なかなかの賞金額だぜ。いただいちまおう。てめえら、うちの狙撃手と船を奪いやがったの。狙撃手、何のことかわからねえが、船は俺たちが有効に使ってやるよ。解体してんな。の、こうって大変な時に悠長に構えてる時間はねえ。船と仲間返してもらうぞ。この野郎、勝負だぜ。こいつらの格好、なんか見覚えあるような。奇遇だな、ナミさん。実はそれ俺も同じなんだ。フランキーじゃないかこれ。まさかこれは二人が惹かれ合ってる証拠。おい、アホコック。悠長に構えてる時間はねえって言っただろうが。
切りがいがありそうだ。よし、切りまくるぜ。俺のよし、こいつら手ごわいぞ。フランキー一家をなめるなよ。バラした船は返さねえが、その借りは必ず返してやる。だんだん向こうって、確かにそうだわ。あいつらフランキーの仲間よ。やっぱり。そういや見覚えがあるな。それじゃあウソップはメリーごとフランキーのところってことか。そうね、ウソップがメリーを置いて逃げるとは思えないわ。メリーの中にいると考えるのが妥当ね。逃げてたんじゃない。あいつら追いかけましょう。待ってくれ、今はルフィとロビンが危ねえからこっちの治療が先だ。ね、これの治療どうする。そうだな、ロビンちゃんとルフィが先だな。よし、みんな合流したね。町で治療するんだな。了解。でも治療するって船がないのにどうするの。これ取りたかった。あれ、氷は水でも溶かせるけど必要なのはお湯なんだ。お湯がないと二人の体温を戻せない。ふむ、わかった、行くぞお前ら。町に戻ればゆくらいどっかにあんだろう。ちょっとルフィは凍ったままでいいの。体力のあるルフィより今危ねえのはロビンちゃんだ。グズグズしてると手遅れになっちまう。なるほど、どこ行ったらいい。でもちょっとでもかけたら大変なことになるけど。二人を温められるだけのお湯なんてどこに行けば手に入るんだ。大きな浴場でもあれば話は早いんだけど、とにかく町の人に聞いてみましょう。おう、待ってろよルフィ、ロビン、俺が絶対に二人を治してやるからな。よし、治そう、しっかり。なんだ。ここは市が運営する下水処理場だ。立ち入り禁止だぜ。ってお前らなんだって氷の像なんて運んでんだ。気絶してんじゃねえか。もし知ってたらお湯がいっぱいあるところを教えてくれねえか。二人とも俺たちの大切な仲間でお湯で温めてやらなきゃいけないんだ。氷の像も人なのか。問答してる時間はね、知ってんのか。職人泉湯っていうのが、銭湯っていうのが北の方にあるんだが、とにかく中に入りな。この中を通った方が早いかもしんねえ。よし、ありがてえ。あそこにいんのはあいつらに関わってる場合じゃないぞ。来たか。あんたたちその先に行くのか。やめといた方がいいぞ。荒くれ者が集まってやがるのさ。身ぐるみ剥がされちまうぞ。やられちゃうかな。廃工場だって。なるほどな、これ敵がいるんだな普通に。なるほど、今ちょっとでも急ぎだから。あら、ヨイサーショップがある。ところで商売しているなんて。ほんとね。よし、見てみよう。これ変えちゃうけどどうしようかな。ああ、めちゃくちゃいいね。ここら辺は買っときましょう。この1個限定みたいなやつは大抵強いから。みんな上を見て。ん、あそこの煙突、蒸気が出ているわ。これか、確かに。OK、 分かった。ちょっと探索しながらだけど行きますね、あっちに。ルフィには申し訳ないけど頑張っててくれ。ちょっと探索しながら行くから僕は。よし、確かにここにはお湯があるんだが、すまんが所有者の許可なく通すことはできんのだ。お願い、仲間を助けるためにたくさんのお湯が必要なの。無理を言うな。まあ俺の工場の前で何の騒ぎだ。あ、アイスバーグさん。
知らねえ顔だな。俺に何か用か。仲間の状態を説明した。ルフィを解凍して、あ、解凍してくれたんだ。よかった。心音も脈拍も正常だし、とりあえずは大丈夫だな。チョッパー、ロビンちゃんは？奥のベッドで休んでる。体力の消耗が激しいけど、大丈夫だ。助かったわ、アイスバーグさん。ありがとう。いや、構わねえよ。市長に用があるんじゃなかったっけ？フランキーのアジトを探してると言ったな。あいつのアジトは町外れの地下水路の先だ。急を据えてやってくれ。フランキーか。よし。ロビンちゃんはまだ復帰してないってことだね。フランキーのアジトへ向かえ。まだ無理しちゃダメだ。アイスのおっさんに肉食わせてもらったからもう大丈夫だ。マジか。結構よくしてもらったんだな。フランキーのアジトは地下水路の先だって話だから。地下水路。前に行った時は海岸の方になかったか。そういや、みんなと言ったな。あのふざけた形の家のことだ。まあね、漫画で見た見た。その辺は実際と違ってるんじゃない？それに。アジトがもう一つあるって聞いたような気もするし、どっちだろう。地下水路に行きましょう。ウソップは前も連中にひどい目に遭わされてるし心配だわ。そうだね。その場所はどこかって、その辺はその辺のやつに聞いてくれ。めんどくさがらずに教えなさいよ。知ってるでしょ。だっていたぞ、フランキー一家だ。これか。よし、来たぜ。誰だ、てめえらは。ここはフランキー一家の縄張りだ。命が惜しけりゃすぐに消えな。いい格好だね、スターダンじゃん。こいつ、麦わらのルフィだ。賑やかな奴らだ。勝手に騒いでやがる。お前ら邪魔だ。そこをどけ。ふざけるな。何わらだろうが関係ねえ。みんなでやっちまえ。まだ全然あれだね、にぎわしてない頃だもんな。こう見えて、あれこの。くそ。領有でした。お前らなんかアジトで兄貴にぶっ飛ばされちまえ。だがそのアジトにも行かせんぞ。おい、バルブを開いて水の壁を張っとけ。わかった、任せとけ。じゃあな、バカ野郎ども。なに？あいつらバラバラに逃げていきやがった。それに水の壁ってなんだ？なんでもいい。フランキーのところに行ってウソップとメリーを取り返すぞ。水の音がする。あら、かわいい。ヤガラ？ヤガラブル、なんでこんなところにいるんだ。俺もフランキー一族の一員だ。絶対にここは通さないぞって言ってるぞ。この野郎、マリネにされてんのか。ひょっとして怯えてる。だらしないわね。ちょうどよかったわ。私たちどうしても行かなくちゃいけないの。にぃーかわいい。ちょっと、あら、運んでくれてありがとな。ありがとな。行かしてもらうぜ。じゃあすごいね、洞窟だ、本当に。うぅ、寒っ。どこまで降りるの？寒い、見てるだけで。下に着くまでだ。お、来た。あららら、ら、バルブがなんか光ってるな。ふんふん、なるほど。で、あそこにあると寝てるよ、横で。オッケー。暗いわね。それになんだか変な匂い。あんまり長いはしたくない場所ね。フランキーのやつは本当にこんなところにいるのか。いてもおかしくはねえな。あ、さっき逃げたやつだね。お前こんなとこで何してんだ。言っとくけど、
俺はここに取り残されたわけじゃねえからな。スイッチは水の壁と全然関係ねえから触るんじゃねえぞ。絶対関係あるんだろうな。ちょっと待って、こっちまず行っといた方がいいような気がする。よいさーん、どれどれ、ほらなんかいいのあるでしょ、買っとこうぜ。いいやつ、100万のはさすがにポンポン買えないな、まだ。でこっちになんかあると、どうやったら開くんだ。なるほど。でこれで水の量を調整するのか、これ。ふむ、はい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 、なるほど。これで行けるようになったことか。そこが結構あるのかな。あー、行けるようになってる、なってる。下段が進めるようになってるね。またここやっていいのかな、どん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 やっちゃっていいのかな。イエイ。左を見て、通路は何か大きいのが塞いでいるわ。本当だ、これは一体。ほう、これで進めるようになったと。すげえな、扉が開いたぞ。ね、でもちょっとこっち行こう。スイッチの他にもこんなものまであるのか。手が込んでるわね。ナミさん、宝箱だ。ね。報告ご苦労様。よし、ということでここで多分ね、アジトの入り口なんだよね、あの木の板って。ということで、フランキー中にいるんでしょうかね、ちょっとわかんないですけども、こちらで今日はね、ここら辺で終わっておこうかなと思います。次回フランキーのアジト突撃していくぜ。よかったらまた次回も見てください。それでは土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。